どうも、久しぶりです。ガラクタ屋です。いや、やべえわ、最近大学の課題が。大学の課題が多くて動画がほとんど撮れなかったわ。いやー。というわけで、今回の戦利品は、こいつだ。ゴーゴー戦隊冒険者より、ズバーン。なんと価格は50円。まあ、鳴らしていくんだけど、音聞けばわかる。50円の理由が。お、今回は機嫌いいな。行くぜ。まあこんな感じで機嫌が悪いと速攻で音が止まります。いや、やばいね。古いだけあるわ。やっぱ古いおもちゃあるある。機嫌が悪いと壊れる。おお、ご機嫌斜めもいいところだな。復活。じゃあ今度こそ。まあこんな風に変形するロボットなわけなんだけど、まあ剣にもなったり巨大ロボになるっていう、確か冒険者に出てくるプレシャスのうちの一つかな。冒険者っていうのは、まあ簡単に言うと世界中に散らばっている危なすぎるお宝を集めまくる冒険スピリッツあふれるスーパー戦隊で、確か去年だったかな、去年あたりに公式から、東映公式から毎週2話ずつ公開されてた話で、まあその中にも出てきたやつだったよねっていう。ズボーン、ズボーン、ボーン、ボン、ボン、ズンズン、ズボーン。まあ巨大ロボになったり喋る剣っていう、やかましい。こう言っちゃいけんけど、やかましいな。武器としては時たまあのラノベとかで喋る剣あるけどさ、戦ってる最中に喋られるとさ、戦いに集中できねえよって思わないのかね、主人公たちは。よくそんな武器を相棒にしてられるなぁと。とまあ一つ目がこいつ。二つ目、動物戦隊ジオウザよりジオウザライト。まあ簡単に言うとジオウザワイルドに変身するための道具だね。ちょっと電池があれだから音はあれだけど、あんま気にしないで。いいね、変身音。あれ？変なボタン押したな。ちょっと待った、変なボタン押してたからもう一回だ。なんかここの接触があれだな。ウルフの変身音聞くだけでも一苦労だな、こりゃ。
と、まあここまでが各種変身音で、最後がこれが合体音かなと、あとついでに武器、ジオザワイルドの武器も買ってきた。まあ安かったからね、いくらとは言わないけど。というわけで今回はスーパー戦隊シリーズの武器とか変身アイテムを買ってきたっていう動画でした。この後はまあちょっとした簡単なおまけパートに入ります。パート入りまーす。というわけでおまけパートはこいつだ。いやー、やっぱりね、仮面ライダーの方が好きだわ正直。で、仮面ライダーの買ったのはいいんだけど、一部問題があって、見てわかるかな、あの食玩版のゴリラとダイヤモンドの QR コードがないわ。あー、これデラックス版だよりによって。デラックス版のロケットパンダ、QR コードがない。いや、いろいろやばすぎるわ。で、ケーキの食玩版と、バットの食玩版。まあ、この辺はさすがに QR コードはあるわ。なきゃ困るけど。で、ラビットとタンクのデラックス版。まあ、なんだかんだ言ってブックオフで、デラックス版、ビルドドライバーのラビットタンクフルボトルがくっついてないやつを買っちゃってるから、ラビットタンクだけで買えたのは良かったね。うん。で、最後に、ライオンクリーナー。まあ、どっちも食玩版だけど、食玩版ですらねえな、これガチャポン版だな。半分ガチャポン、半分食玩かな。まあこっちも QR コードは無事だったね。微妙だな、なんかいくつか QR コードがくっついてないせいでなんか微妙って感じになっちゃったな。まあそれでも10本は10本だからな。まあ1本50円って考えても QR コードがついてなくてもそこそこ安かったかな。というわけで今回はまあ大井競馬場の戦利品の紹介でした。とりあえずこのまま次の動画も撮りたいと思います。